皆さん、こんにちは。淡井圭介です。2023年4月12日、10時53分、午前中の方ですね。パソコンの方で、2023年確認。はい、OK。天気予報では、本日雨で、さっきまで雨降ってたんですが、そろそろ買い物行こうかなと、まあそういう段階に入ってきたら、この通り、晴れます。雨はね、ちょっと降ってるんですけども、太陽の日差し、結構出てるんですよね。だからこういうことが可能になる。これが自然再生可能エネルギーが普及したときに、地下水流トンネル発電と河川水門開閉式ダム発電と、雨は降ってるんだけども、太陽光パネルで発電がある程度できると。まあ、こういうふうなことが実現可能です。これ重要です。皆さん、よく覚えておいてください。